ニュルンベルク・ビュルツブルグ線とは、ドイツ連邦共和国のバイエルン州ニュルンベルクのニュルンベルク中央駅から同ビュルツブルグのビュルツブルグ中央駅に至る全長 102.2km のドイツ鉄道の路線である。7アーチ橋の上で走行するアイス列車ニュルンベルク中央駅とビュルツブルグ中央駅の間に高速列車はこの路線で、 毎時2本ずつ運行されており、貨物輸送の部門にも重要な意味がある。ニュルンベルクフィルト区間は、ニュルンベルクバンベルク線との共有区間であり、具体的な外境は、ニュルンベルクバンベルク線で参考される。列車は、フィルト中央駅を出発すると、すぐレドニツ川上の7アーチ橋を通過する。バンベルク方面と、カドルツ方面の線路がこの路線から分かれて、この路線は、 マインドナウ運河を横切り、ジーゲルスドルフに至る。ノイシュタット駅で、シュタイナフハ方面の支線がこの路線から分かれ、1993年まで、アイシュ国線が分岐した。列車は、アイシュ川の橋を渡って、高速運行区間に侵入する。1999年5月からノイシュタット、イブ方ン区間は、連続列車制御装置の設置で、最高速度は、 時速 200km まで上がっている。列車は、イップホーフェン駅とマイン側の橋梁を通過し、キッチンゲン駅に至る。シュバインフルト方面の貨物船は、キッチンゲンから2014年まで分岐した。以後この路線は2つのアウトバーンの下を横切り、ルートビッフ西部鉄道の一部のビュルツブルム、バンベルク線と合流して、ロテンドルフ駅に至る。フランケン線との接続直後、この路線は、 終着駅のビュルツブルグ中央駅に至る。フュルトロッテンドルフ間 86km は、ルートビヒ南北鉄道のニュルンベルク中央駅と、ルートビヒ西部鉄道のビュルツブルグ中央駅を結ぶ、短絡線として建設されたのが始まりである。1854年7月1日に、ロッテンドルフビュルツブルグ間 8.0km が、 ニュルンベルクフィルト間 7.7km は1862年10月1日に開業した。フィルトロッテンドルフ間は1865年6月19日に完成した。同時にロッテンドルフビュルツブルグ間 8km が複線化された。1939年にニュルンベルクフィルト間、1954年にフィルトビュルツブルグ間の電化が行われた。 1992年から1999年にかけて高速化工事が行われ、最高速度は時速 200km に引き上げられた。ミュンヘンハンブルク間にアイス25系統が2時間おきに、ミュンヘンからルール方面に41系統が1時間おきに、フランクフルトウィーン間に91系統が2時間おきに運行されている。IC は、 マインツ・ビュルツブルグ・ニュルンベルク・パスサウ間に31系統が運行されている。RE ・ニュルンベルク・ビュルツブルグ間に毎ジ1本、RB がノイシュタット・ニュルンベルク間に毎ジ1本運行されている。ニュルンベルク・デテルバッハ間は、ニュルンベルク公益運輸連合の管轄下にあり、マルクとビバート・ビュルツブルグ間は、マインフランケン運輸連合の区域に属する。ありがとうございます。